通り鍵を壊して開ける？それとも壁を乗り越えて入る？先に言っておきますが、構造市は泉州の用地、大木市と同じ位置にあります。許可なく構造市に踏み入ると、法令により最低300年の懲役、最悪の場合は何千光年以上先にある僻地に飛ばされますよ。あります。ですが構造市は数多くの警備装置が置かれていて、もし囲まれたらたとえ将軍様でもすぐさま助けることはできません。脅しているわけではありません、助言です。大牧師の時のように先に構造士の職人から話を聞き、静寂さんみたいな案内人を探しましょう。中がどうなってるのかも分からずに入るのは無謀ですよ。先生、運気軍が救援の手を差し伸べてくれたのか。あ、その身なりは、誤解した、旅人か。ラフがこんなことになるなんて、君たちも辛いよね。僕も悲しい。そうだよ、何か困りごとがあるなら言ってみて。うちらはあんたたちの将軍が直接使わした助っ人だから安心していいよ。将軍様が直接？君たちを？ふざけてる場合じゃないだろ。運気軍がいるのによそのものをよこすわけないよ。構造士は今大変なことになってるんだ、冗談はやめてくれ。本当だ、俺たちは本気で君たちを助けたいと思っている。ここの状況を聞いてもいいだろうか。木が暴走したんだ。誰かの盆栽が急に成長して市内で暴れ回ってる。あちこちがめちゃくちゃだよ。構造士はからくりと無土壌栽培しか研究していないはずなのに、あんな大きい植物を育てる技術はどこから来たんだろう。不思議。何も、待ってるだけだよ。中が危険だから逃げ出したんだ。忠告だよ、死にたくなければ中に入らない方がいい。ダメだ、先生がまだ中にいる。孔子先生は構造士の用金棒で一番年功を積んだ職人で、僕たちの課題も見てくれてる。事故が起きた時、先生は僕とズミ、院中を連れて逃げ出したんだ。なのに途中でまた一人になって中の方に戻っていってしまってね。だから僕はここで運気軍を待ってるんだ。早く先生を助けなきゃ。なんでまた戻ったのかな。命よりも大切な研究成果はないよ。しまった、航路がやばいって。先生の叫び声が聞こえた時にはもう人影は消えていたよ。助けに来てくれたって本当？ああ、慶元将軍から依頼を受けた。信じなくても構わないよ。請求列車はいいことをしても名を残さない派だから、あんたの先生のこと気に留めておくね。じゃあこの玉符を受け取って、先生を見つけたらどうか無事に連れ出してほしい。先生に何かあったら、何かあったら。安心してくれ少年、君の先生は僕たち全員卒業できなくなる。行こう、もう喋る気がなくなっちゃったよ。木が暴走？きっと剣木だよね。でも彼の先生が言ってたっていう航路って一体何？性格によって剣木が蘇っている。木の成長とともに侵食も激しくなっているようだな。
よく見ると根はすべて地下から出てきています。ただで庭師をやらざるを得ないようですね。構造師は幼稚だ。俗どもよ、猿がいい。いや、近づくな。それ以上足を踏み入れたら容赦しないぞ。話を聞いて、うちらは俗なんかじゃ。言い訳するな。どうせ通りかかっただけだの、不注意だの、門が開いていたらのと言うんだろ。国門市内で異変が起き、誰の仕業かと思いきや賊の仕業か。さあ、くらまえ。警備が当てにならないなら、私たちの凄さを思い知らせてやる。国運ガレガマ、東華流行。どうした、早く起きろ。あんなに可愛がってやったのに。よくも俺の可愛い子たちを粉々に弁償しろ。だっておじちゃんが話を聞かないから、うちら助けに来たのに。ああ、俺の名を知ってるのか。まさかこの妖金鍛冶のてっぺんたる甲州亮の名声がこんなに広く響き渡っていたとはな。結構単純な性格だね。実は慶元将軍と普賢さんの依頼を受けて探偵使に向かう途中なんだ。甲州先生、よかったら道を案内してもらえないだろうか。お、将軍様の部下だったのか。すまんすまん、俺の勘違いだ。あんな小物壊れても構わん。でも力になれそうにない。構造師が木の妖怪に占領された挙句、四方の増加航路まで奪われた。手強い妖怪め、どんな術を使ったか。市内のカラクリが生きているかのように奴の周りを囲ってる。近づけば命はないだろう。と言ってもこのままというわけにはいかん。何せ航路の中には。やっぱりだ、将軍様がお前らを使わした理由が見えたぞ。構造師の危機はすぐに解決できそうだ。お前らを手伝える方法はあるが、その代わり力を貸してほしい。さあこっちだ。見ろ、これは構造師がずっと完成させることができなかったからくり、共感兵画だ。弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じたおかげで、木の妖怪が襲ってきた時にみんな無事に逃げ出せたんだ。玉海門を見ただろ。この共感兵画は玉海門と同じ機能を持つ。二つの空間座標を、素人には理解できない方法でつなぐんだ。確かに伝送距離が短く、エネルギーの消耗が激しいという欠点を除けば完全に精査と取り替えられる。完全にダメっぽいね。開拓の海域アンカー以下だ。あらら、構造士の職人の方たちにお礼を言わないと。おかげさまで天白氏は解散を免れることができましたね。本来ならこれを使えばお前らを向こうに運べたが、いつの間にか妖怪の枝が兵庫に絡まってしまってな。よくぞ聞いてくれた。構造師の力を見せてやろう。たかが木の妖怪、造作もない。来い、いいもんを見せてやる。あの妖怪が押し入ってきた時、真っ先にこれが頭に浮かんだんだ。これは空中露光というからくり装置だ。もともとは運気軍の依頼で開発した武器でな、
威力は言うまでもないが、伝送距離が短く、エネルギーの消耗が激しいのだろうか。そう、質量保存の法則ってもんだ。短所があれば長所もある。まあ妖怪退治にはこと足りるだろう。で、天下だ、火は火に勝てまい。いいぞ、なかなかだ。死に教わっても努力は己にある。お前、俺の出来損ないの弟子より偉いぞ。なんだ、同点が崩れるのか。もう大丈夫か。どうやら俺の武器が効いたようだな。あの妖怪め、きっと痛かったんだろう。よし、じゃあ早速共感平和で向こうに行くぞ。長引かせすぎてまた枝が伸びる前にね。見て、剣木の根っこが。あれは構造士の手法、増加航路だ。お前ら手を貸せ。力を合わせてあれを切り落とすぞ。航路をうがつ前にな。気をつけろ、何やら変化しているようだ。これは一体何の化け物なんだ。さすが神の技、思うがままに命を作り出すとは。この力、良きかな。人の足元から根っこが出てきたよ。傷を負わせてもすぐに治る、ありえなくない。ここは一旦引くしかないな。ついてこい。先週は豊穣の意味ものを恐れるんだね。あの回復力半端じゃないよ。天雲、先週の長命種ってみんなあんな感じなの？あの元禄はおそらく自分を守るために剣木が生み出したもの。根とつながってるためあのような恐ろしい力を持ったのでしょう。あれがいる限りどこにも行けそうにないね。いや、あれは治癒というよりも他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。違う、幼児ちゃんの話聞いてた。あのモンスターは剣木の付近を離れない。周りを調べてみよう。何かがあるのかもしれない。確か将軍様の命令で探偵士に向かうんだったな。残念だな、あの妖怪のせいで構造士が一時封鎖することになったんだ。そうだな、あっちへ行ってみないか。孔守先生、何かいい方法でもあるのか。うん、あの鹿が再生するとき周りの根が光っていたな。孔守先生は後ろに隠れてたからよく見えたんだね。俺はただの職人に過ぎないからな。戦場は我が居場所ではない。先ほど楊先生が言ったように、鹿が自身を治すことができるのはどこからかエネルギーを吸収しているからだろう。あの光は奴に生命力を注いでるようだった。共感兵がに絡まっている根をほどくために結び目を焼いたことは覚えてるか。あ、確かに、あの根っこはそれっきり伸びなくなったね。その上、まるで傷を負ったような反応だった。これが俺たちの切り口になりそうだな。お前ら、
ならば早く根をなくすぞ。聞こえたか？俺の考えが合ってたみたいだぞ。これでいける。見て、ここにもまだ剣木の根っこがある。お、待て、すぐに設置する。これでいいはず。俺の推測だと剣木の根は地中深くまで伸び、あらゆる場所にあるはず。構造紙界隈に伸びている部分は駆除できたとしか言えない。善は急げだ、根が再び生えてこないうちに。これからすべきことは、さりげなく怖いこと言ったね、あんた。お前ら、増加航路に絡みついている根が見えるか？枯れているぞ。本当によかった、もうお前らを阻むものはない。実を結んだ？大きい桃だね。どんな味がするんだろう。なのか、なんてね、考えてみただけ。あの鹿はもうダメみたいだよ。今のうちに一気にやっつけよう。剣木には摩訶不思議な力があると軽減将軍は言っていた。あの鹿は普通の存在に見えたが、致命傷を負っても瞬時に回復していた。先秋人がなぜ遵守に従い北条を排除しようとしているか理解できた気がするな。死ぬことも滅ぶこともない造物、それを放置すれば世界の生態系は完全に滅んでしまうだろう。だから泉州は宇宙を流浪し、どの星にも定住しなかったのか。楊先生は洞察力があるな。残念ながら8000年前、薬乞いであった祖先は裏に隠されていたものを見抜けなかった。中には感づいて儒家の王の恩恵を拒んだ者もいた。だが一つの文明が本当に不老長生の誘惑を拒めるのだろうか。皮肉だ。聡明な者は死に、愚かな者が生き続ける。泉州は北条の誘惑を受け入れたことを悔いて遵守の道程を歩むことにした。もしかしたらまだ救いの余地があるかもしれない。手を貸してくれて本当に感謝する。お前らはこれから探偵師へ行くんだったな。あそこは剣木に隣接している。ここの状況を鑑みるにもっと厳しい状況になってるだろう。気をつけるんだぞ。俺はここでお前らの無事を祈ってる。Thank you.
私たちが構造士に長居していた間に大木様が軍を出したようですね。ああ、慶元将軍が軍の指揮を大木に任せたのであれば、彼女が牧さんの結果を頼りに行動することも分かっていたはずだ。運気軍についていかなくてよかった。戦争と冒険は違うもん。死体があちこちに。うちこういうの苦手。ご冗談を。この程度大したことではありませんよ。数百年前、とある北条の司令が剣木を奪うために軍を率いてラフに攻め入ったことがありました。その戦争では半数の同点が崩れ、ほとんどの運気軍が殺されてしまった。このような過去は長命種たる我々にとっては歴史とすら呼べない。昨日の出来事と言っても過言ではありません。それに比べれば眼下の衝突など子供のままごとに過ぎませんよ。それちっとも慰めになってないんですけど。この一戦、大木は勝てたかどうか。あんたどっちの味方なの？運気軍はあんまり倒れてないし、きっと青州が勝ったんだよ。いや、そうとは限らない。行軍が成功したのであれば、通常なら拠点や部隊を残して後処理の手配をするはずだ。しかしここには該当するものが見当たらない。周囲を調べてみよう。何か手がかりがあるかもしれない。気をつけてね。モンスターの生命力って侮れないから。見て、あそこに人がいる。ここまだ生きてる人が。あら、運気軍じゃない。こんなところで何をしているの？ここは危険だわ。俺たちは将軍が派遣した援軍だ。すまないが、他の人たちがどこにいるのか教えてくれないか？短命種にまで助けを求めるなんて、慶元は本当に人手不足みたいね。早く逃げろ。こいつは薬王秘伝の人間だ。うるさいわね。その体が治ればお前も薬王秘伝の一員だというのに。奴らを逃がさないで。いい子だからできるでしょ。離れろ。何見てる？もう制御あんたのために用意した。できなくなる。どうせ刹那に消え去る命だというのに、なぜ自分から死への道を歩もうとするの？禅宗に来た理由は何？長命を求めるため？慶元の顔を見るまでもないわ。薬王秘伝がその願いを叶えてあげる。もう少し頑張って、すぐ救援を。いや、無駄だ。俺は奴に転化させられた。もうすぐ早くここを離れろ。大木の人間ならこの先に。これまで潜伏していた薬王秘伝が姿を現すとは。大木様はこのことも見通していたのでしょうか。薬王秘伝は儒家の王薬師を信仰する泉州の大敵。同盟は数千年もの間この組織の壊滅を目指してきましたが、今日まで実現できておりません。この時期に彼らが現れたのはきっと偶然ではないでしょう。何者だ？雷を明かせ。
待て、お前たちは。失礼しました。外は危険ですので、どうぞ中へお入りください。うちらのことを知ってるの？将軍様が招かれた客人ですよね。大木様が皆さんの来訪を占い、ここで待つようにと指示を出されたんです。はい、大木様はここに軍を駐留させた後、石膏を連れて前方へ向かわれました。長年影を潜めていた薬王秘伝が現れたと聞いて、みんなビクビクしていたところでして、皆さんを迎えられてよかった。皆さんが来なければ運気軍も進軍しないと大木様がおっしゃっていましたので、大木様が戻られるまでどうか陣内でお待ちください。運気軍が駐留したまま進軍しないとは、どうやら楽観視できる状況ではないようだ。薬王秘伝、この名前は聞いたことがある。泉州の内部に潜んで同盟の転覆を目論む北条の勢力だったと記憶しているが、性格は確かに北条と関連する異像を引き起こした。まさか薬王秘伝はそれで偽装を諦めたのか。いや、運気軍の主力は少しも被害を受けていない。おそらく俺たちの知らないところで何かが起きているのだろう。大木がいないのなら仕方ない。拠点内の運気軍に話を聞いてみよう。では恩人様たちは拠点を見て回ってみてください。私は少し休ませていただきます。手短に頼む。戦況が逼迫していて雑談に気を取られている場合ではないんだ。大木様の軍令により我々は数時間前にここを攻略した。今回の敵が儒家の王に仕える薬王秘伝であることを知ったのはその時だ。最初は全てが順調だった。薬王秘伝の変人たちも奴らが操っていた異獣も俺たちの敵ではなかった。しかししばらくすると急に軍の仲間たちが敵味方の区別なく無差別に人を襲うようになって、報告に感謝する。すぐに人を派遣しよう。先囚人は魔恩の身を人前にさらすことを意味嫌っている。何しろ魔恩の身とは人の身であることを諦め、長命の地に潜む忌み者に敗北したという意味であり、帝宮の教えにも背くことになるからな。薬王秘伝の所業は同盟の民たちが最も厭う卑劣な行為だ。帝宮に誓って必ず同胞たちの仇を討ってみせる。話が聞きたい。いいけど、そばで傍聴させてもらうよ。ここでの会話は供述書に記録することになっているんだ。やっと話し相手ができた。堅苦しい運気君が相手だとつまらなくてな。あの光る種のことか。それなら見たことがある。とても綺麗だった。中を見ていると声が聞こえてくるんだ。ねえ、カカリアのこと覚えてる？あれで剣木を蘇らせると海主が言った時は信じられなかったが、何しろあんなに多くの努力を重ね、断命種が何度も代替わりするほどの時間を費やしたのに、蘇る気概を見せなかった剣木だ。だがこれではっきりした。アイオンの力のみが神の御業を再現できる。そう、その通りだ。偉大なる薬王北条よ。ああ、お前も見たのか、剣木が蘇る様の。なんと神々しいことか。
長命主さえ思い出せない神おろしの時代、薬王北条は剣木を羅府に授けた。この神木の力によって人類は数えきれないほどの奇跡を成し遂げたのだ。即成も木無冠も自在王神もそれなのに恨めしい要求が全てを台無しにした。真実を隠蔽して薬王の功績を無に返したのだ。しかし直に我々は神おろしの時代の繁華に戻ることができる。俺たちと共に戦っていた異獣を見ただろう。あれは剣木のささやかな恩恵に過ぎない。もう口を閉じろ、ざれ言ばかり言うドブネズミが。お前たちを待つのは運気軍の審判のみだ。何をしたかって、同胞たちを直してやったまでだ。貧弱な血肉に囚われてさぞ苦しんでいたことだろう。こいつ今すぐ切り伏せてやりたい。ああお前たちにはわからない、短命種にはわからないさ。魔恩の実、あれは薬王が授けた第二の命だ。画集を消し去り戦隊をなせ、自由自在の命を実現するのだ。お前の目に力への渇望を見たぞ。人生は苦しく短い、そうだろう。俺がお前を、お前を。こいつの光源に惑わされるなよ。からかっただけじゃないか、お偉いさん。北条の祝福がなければ短命種は変化に耐えられない。来たらうちらは厳しい戦いに向き合うことになるんだろうね。なんかちょっと緊張してきちゃった。ねえあんたはどう？準備はいい？お前たち待たせたわね。薬王秘伝が何を企んでいるのか分かったわ。秘密保持のために薬王秘伝の情報は私と将軍の間で止めていたの。あれは同盟の転覆を目論む謎の組織、ずっと影に潜んでいたけれど今回の性格事件でようやく尻尾を出した。そしてこの最悪も彼らと並々ならぬ関係がある。戦況が思わしくないにもかかわらず自ら先頭に立ち敵情を視察する君の度胸、感服した。褒めても何も出ないわよ。元より牧さんは牧者が自ら得た情報で演算してこそ正しい結果に近づくのだから。待ちなさい、今戦況が思わしくないと言った？薬王秘伝が長年の歳月をかけて計画を企て思わぬ手段を講じてきたのは間違いないけれど、劣勢を強いられているわけではないわ。勘違いしないで。気が利くじゃない。おお、大木との付き合いが長くなってきたおかげでこっちも未来を予知できるようになってる。それで今回は何をさせるつもりなの？
まさか先頭に立たせて運気軍と一緒に敵陣に突撃させるとか。行かない行かない、うち戦場で酔っちゃうタイプだから。はあ、誰も戦場に行けなんて言ってないでしょ。あれ違った。将軍が言ったように、お前たちは縁に導かれてやってきた騎兵。運気軍の強行はいわば成功法。木を照らうのはこれからよ。さあこちらへ。剣木を賜った後、探偵士はラフで最も重要な師となった。何しろ全ての先囚人を長命手に変えたのも剣木か。でも探士たちが現状に満足することはなく、やがて命をもてあそぶようになった。剣木の剣行商に見るは夢の中の夢。演歌は心外心に集いて散る。お前たち、あれが見える？大きな炭炉ですね。もくもくと煙が立ち上っています。あれは古の時代、炭士たちが先導を極めた場所。あそこで炭炉を築き上げ、剣木の力を吸い取り、奇想を現実のものにした。炉の煙が絶えないことから運火師府と呼ばれているわ。風情のある名前に聞こえるけれど、あそこは兵法上の死地。炭炉が消え、運火がなくならない以上、近づくこともできない。あれが運気軍が魔音に落ちた原因なのか。いかにも。薬王秘伝は各動天を漂う煙の中に魔音の実を誘発させる丹薬を仕込んだの。煙を散らさない限り運気軍は戦わずして負けることになる。自分の隣にいる仲間がいつ魔音の実に落ちるかわからない。軍の士気を下げるのに疑心暗鬼は最高の手段でしょ。運気軍を進軍させたように見せかけ、相手の注意を引き、俺たちは炭炉に向かい煙を止める。そういう算段か。ええ、100年も潜伏していた薬王秘伝が姿を現したのは、自分たちに勝算があると踏んだからでしょう。でも何を企んでいるにしろ、奴らが想定した相手は運気軍であり、お前たちではない。つまりお前たちに対しては何の備えもないということ。魔音の実を誤解しているようだけど、あれは人類だけに作用する呪いではないの。古族が魔音に落ちにくいのは、長命種でも無限に生きられる種族ではないからよ。そして寿命族は脱輪によって前世を捨てることができる。落ちにくいというだけで、どの長命種にとっても魔音の実が脅威ということは変わらない。でも薬王秘伝の連中も将軍が外部に援軍を求めるとは考えないでしょう。それなら当然短命種に対抗する策も用意していないはずよ。軽減将軍の言う騎兵とはこういうことだったのか。妄言を言うつもりはないけれど、正確ハンターの予言の方が私の牧さんより正確であることは間違いないわ。カフカが求める未来が一つ一つ現実になっている。私も他人の言いなりになりたくはないわ。でも人は運命の道を一人で歩んでいるわけではないし、あらゆる束縛を受けることも避けられない。人々の選択は己を作り上げるだけでなく、共に歩む人たちの背中を押しているものなの。大木の職務は基地を追い
今日を避けること。私は自分の選択でラフを最悪の未来に向かわせたくはない。話がそれてしまったけれど、要するに何の影響も受けずに探路を消すことはお前たちにしかできないの。どう？やってくれるかしら？わかった。今回はお願いがなかったけど、うちらにしかできないことだもんね。あんたも幼児ちゃんもそう思うでしょ？煙が消えたらすぐに駆けつけると約束する。決してお前たちを孤軍奮闘させたりしないわ。名手は長く生きられるけど、悩んだり苦しんだりするところはうちら短命種と変わらないんだね。待って、テウ、もう探路の近くなのになんでまだ帰らないの？ご心配なさらずとも、私なら大事ありません。それに将軍様に命じられた以上逆らうわけにもいきませんので。テウンさんの命に関わることだ。もう帰った方がいい。将軍には俺たちから説明しておく。本当に問題ありませんのに。私は長年宇宙を航行していますが、実際に越暦と呼べる年月は十数年程度なのですよ。そう考えるとむしろ皆様の方が年配かもしれませんね。煙が薄くなった気がする。いや、まだだ。先を急ごう。よし、これで任務完了。よくやってくれた。今から軍を率いてお前たちのところに向かうわ。探路が消えてしまった。問題ありません。来るべきものが訪れたまで。お前だったの、タンス。お会いできて光栄です、大木様。あまり驚いていらっしゃらないようですね。ふん、薬王秘伝が探偵誌に隠れていることは将軍も私も知っていたわ。ただ確たる証拠がなければ六氏を審判することはできないから、お前自ら飛び出してくるのを待っていただけ。ちょうどよかったかもしれないわね。性格の邪推を泉州に引き入れ、剣木をよみがえらせた上、人々を魔音の身に貶めた。これらの大罪全て獣王氏に清算してもらいましょう。大罪、私が罪を犯したというのなら泉州の祖先たちも大罪人ではありませんか。北条の賜物を受け子孫たちを長命種にしたのは彼らなのだから。薬王秘伝はただ彼らが歩んできた道をたどり、さらなる調達を求めたに過ぎません。それに何の罪があるというのでしょう。その時剣木の根は泉州ラフを包み込み、まるで生きているかのようでした。我々は政界において他の追随を許さない存在になった。全ての人々が得道して仙人となり、自由自在に変化することができたのです。北条の賜物が九層の泉州に降臨する、なんと輝かしい時代だったことか。それに比べて今の泉州のありさまを見てください。要求に惑わされ、北条の民によって幾度も途端の苦しみを味わってきました。その上獣王氏には長命を諦めることを強要されている。嘆かわしい。無知を責めるつもりはありません。私たちは剣木が誕生した時代に生まれ、その奇跡を見届けたわけではありませんから。
かし、まだ機会はある。今から個性を取り戻して。どんなご考説を持ち出すのかと思えば、力を求めるだのなんだのとありきたりな言葉ばかりじゃない。先週の祖先たちが帝宮と共に戦い、獣王子を設立して生死を定めたのは、再び人間として生きようとしたからよ。仙人、仙州に仙人などいない。北条の御業も生死を操ることも、お前たちのしていることは人ならざる外道の所業に過ぎないわ。お話になりませんね、大木様。あなた様は選択をなさった。力を諦めるという選択を。そしてそれはとても愚かな選択であると言わざるを得ません。海賊様、仙人たちが成したことをもう一度お見せしましょう。ああ、慈悲深き役王よ、我が元へ。確かに金木は降臨する。不朽の戦句を携えて、性格を授けた者がそう言っていた。元老、百王秘伝は成し遂げました。絶滅大君も約束を果たしなさい。今ここで。あらあら、どうして私の手を汚させようとするのでしょう。これでは私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか、虫けらが。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですね。はあ、残念。もっと観察したかったのに。王城の恩恵を受けたんですもの。壊滅の祝福に耐えられるのは当然だろ。本陣の皆さん、改めて自己紹介させてもらう。わらわこそは絶滅大君元老。こたびこの地を訪れたのは、この泉州に貢献を呼び、自ら滅びへの道を歩ませるため。何見てるの。私の何がデルコテリオンの絶滅大会。一体どういうこと。落ち着きなさい。大敵を前に心を乱してはダメ。泉州に目をつけたのが、でも戦勝でもなかったことに感謝するのは今。星々よ、開拓者たちに信念を祝福を。自らの手で壊滅を作り出すのは嫌いなのだ。あの将軍はよほどわらわを見たい、あがらせたかったらしい。そこまで期待されては仕方がない。拙いものだが披露させてもらおう。そろそろ時間だ。この役者どもと心ゆくまで楽しむがよい。つまり今までうちらと一緒に行動してた帝雲はレギオンの人間だったってこと。さっき帝雲の体から出た炎は何。帝雲の体は、あの子の体はどこに行っちゃったの。幼児ちゃん、幼児ちゃんなら何か知らない。さっきは何が起こったの。
あの炎は絶滅大君元老を自称した。この名前は以前他の七死人から聞いたことがある。彼女はナヌークの帰化にして七大君の一人、凡人の自滅に執着していて、多くの生命が彼女に誘われ未来永劫の深淵に落ちていった。それはつまり、あの天白氏の娘は元老に惑わされてレギオンの手先になったということ？いや、それはわからない。元老は精神と物質双方の壊滅を、心の崩壊による肉体の滅亡を好んでいる。だがテイウンさんの言動は惑わされたり操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物のテイウンさんでないとすれば、元老が化けていた可能性が高い。幼児ちゃん、それってつまり本物のテイウンは？すまないなのか、まだはっきりとしたことは言えない。本物のテイウンさんがどこにいるのか、いつすり替わったのか、あの体が消えてしまった以上、俺たちに調べる術はないんだ。これはあくまで個人的な推測と希望だが、もしあれがテイウンさんだとしたら、わざわざ元老が証拠を破壊する理由がない。なきがらを敵の前に投げ捨てた方が彼女の壊滅の美学にふさわしいからな。そう考えると、俺たちの混乱と猜疑心を煽り、自分の独策にはまるよう仕向けることこそ元老の真の目的なのかもしれない。なるほど。薬王秘伝が反乱を起こしたのもレギオンの大君と裏で手を組んでいたからなのね。奴は先囚人の姿に化けて性格をラフに持ち込み、私たちを自滅させようとした。奴の狙いは剣木に違いないわ。剣木に手を加えることはラフの根源を奪うようなもの。そうすれば容易に先囚を覆滅できるでしょうね。もう時間がない。急いで奴を止めるわよ。センサに乗ってすぐ前に見えるのが剣木を封印している洞天、林縁橋よ。さあ出発しましょう。先囚人の姿に化けて私たちを愚弄していたなんて、本当に忌々しい。何より心配なのは、この先囚にあとどれだけの反物質レギオンが潜んでいるのかわからないことね。もう急展開すぎて何が何だか。でも幼児ちゃんの言った通り、よく考えると天運には怪しいところがあった気がする。特に北条の造物に異常な興味を持ってたりとか。天白氏が派遣した施設なら天運という人物が実在することは間違いないでしょう。安心して、彼女の行方は運気軍に探させるから。私たちの前に現れた天運は、あの悪辣さと残忍さを見るに、ベルトの推測通りきっと私たちを混乱させたかったんでしょうね。彼女の罠にはまるわけにはいかないわ。あれは寿命族が管理していた洞天で、寿命族の故郷から移植された古海の継承地だと言われているわ。大戦で剣木がおられてからも剣木の根は伸び続けていた。本当に枯れたわけではなかったのよ。そこで同盟は剣木を林縁橋に封じ込め、竜の血族である寿命の力を借りて制御しようと、寿命族の竜尊に代々剣木を見守る使命を与えた。かなり時間が経っているから、その封印が今も残っているかどうかはわからない。残っていたとしても、あの悪霊のような絶滅大君を止めることはできないでしょうね。さっき神速府に元凶を報告したけれど、休館の陣で話して以来将軍とは連絡が取れていないの。
確か。こちらから出向かなければならないことがあると言っていたわね。気球存亡の時である今、将軍を信じるしかない。ここは、無口くん詳しいんだね。探偵士で間違いなさそう。途中で途切れ途切れの命令が届いたけど、運気軍をここに集結させるっていう内容だった。きっと性格の問題を解決するためだろうね。ここまで来てついに運気軍の影が見えてきた。ようやくタイに戻れるね。私は嘘をついてなかったでしょ。安全な場所に案内するって言った以上、絶対に案内してみせる。ちょっと遠回りしたけど。聖査会に行く前に、とある牧者に今回の旅の運勢を占ってもらったんだ。彼はこう言っていた。従うのみ。行く先を気にせず、流れに身を任せれば得るものがあるとね。え？どういう意味？つまり、お嬢さんに礼を言っているんだよ。あ、そう。じゃあ、私は長官のところに報告に行ってくるね。あんたたちは、この辺りを見て回ってなよ。でも、後で運気軍が護送に来るから、あんまり遠くには行かないように。縁があったら、また会おう。一向に通信がつながらない。あいつらに何があったのかさえわからない。運気軍は性格のために兵力を集めているようだが、カフカが俺たちをおびき寄せた理由は何だ。あいつらは、ジンは今どうなっている。時間を無駄にしすぎた。情報が必要だ。どうしたの？行くってどこに？まだラフの封鎖は解かれてないし、運気軍の作戦行動だって終わってないじゃない。そう焦らないで。一段落ついたら、私があんたと羅刹を家まで送ってあげるから。海主様がしくじったのは、意志が揺らいで薬王様の庇護を受けられなかったからだ。待っていろ。俺が薬王の恩恵を見せてやる。薬王秘伝が探偵士で反乱を起こしたため、現在運気軍が制圧中です。各所安全ではありませんので、しばらくここに残ってください。作戦行動が終わり次第、人員を割いて皆さんをご自宅までお送りします。ええ、狂った連中ですよ。剣木は見ましたか？あれもその狂人たちの仕業だそうです。軍機に関わることなので、これ以上は教えられませんが。剣木が蘇ったのは薬王秘伝の仕業だと。前回その名を聞いたのはいつだったか。あいつらどうしてこんな厄介なことに巻き込まれて。この方たちなら見ましたよ。将軍様が招いた客人だそうですが、お知り合いですか？今は大木様と共に出征しているのでここにはいませんが、彼らの勇気ある行動の陰で運気軍も運家宿の独演を受けずに済みました。ついさっき前線から商報が入りましたので、直に帰ってくると思いますよ。気のせいでしょうか、
あなたの顔には見覚えがあるような。いえ、何でもありません。きっと事件が多発しているせいで頭が働かなくなっているんでしょう。二人には悪いが、俺は仲間たちと合流しなければならない。ここまで世話になった。大きな金井だ。この耐震堤は我ら寿命族の運輪の術で駆動しています。湖海の水を飲み、クジラが虹を吸い込むように丹薬を練り上げているのです。寿命が協力して作った炭炉には、その全てに運輪の術がかけられております。さあ若様、御身で感じてみてください。世はからくりに頼らずとも水を操れる。感じたところで何の意味があるというのだ。若様は選ばれし者、資質で言えば当然秀逸だと言えるでしょう。しかし運輪の術は基本となるもの。寿命族の深淵、過去の影はまだ消えていないのか。この記憶は、いや、もう俺には関係のないことだ。みんな、あんたは神竜の生まれ変わりだって言ってるけど、本当なの？竜、今の俺は泉州から追放された身、もう不朽の竜の血族ではない。あなた様が一人前になられるところをこの目で見届けたかったのですが、悲しむことはありません。寿命は消滅を繰り返しこの世に存在し続けるのですから。あなた様が竜尊になられた頃には私も幼児に転生していることでしょう。その時はどうか温かく接してやってくださいませ。このみなぎる力、あなた様は、ああ、竜尊様がお戻りになられたのですね。臨炎境で恐ろしいことが起きております。これ以上先に進んではなりません。あなた様の敵が待ち受けているのです。すまないが、ここに留まるわけにはいかない。すでに俺の仲間たちがここを離れた。早く彼らに追いつかなければならないんだ。あなた様は相変わらず害を通されるのですね。私どもの話を聞こうともせずに、まるであの時と同じように。かしこまりました。臨炎郷への船は岸辺にありますので、そちらにお乗りください。ええ、時間通りね。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。そうだ、この感覚だ。それなら解き放ちましょう、魔音の実を。よく来たな。今こそ代価を支払う時だ。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がさんぞ。お前にも
その女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱はお前たちの過去と何の関係もない。炭鉱見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様はまだ死を経験していない。あの苦痛を味わわせてやる。炭鉱、貴様に死の苦痛をな。それはダメだよ。君は今日ここで誰も殺せない。指名手配犯、君には僕と一緒に来てもらう。軽減についている小僧か。奴は時期の見極め方を教えなかったようだ。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら。あれ、君の顔どこかで見たことがあるような。気をつけろ。無駄だ。その正体を表せ。やめろ。よくも小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯せしめ、戦士を裏切り大乱を起こし衛星に追放する寿命の流祖陰月君だ。戦州に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらうまで。その悪名は聞いたことがあるよ、陰月君。まさか性格ハンターだけでなく重罪人が一人泉州に潜り込んでいるとは。剣友、我が命じる。騒ぎを起こすつもりはない。泉州に来たのは友人の安否を確認するためだ。限界は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。なあ、どいてもらうぞ。いいぞ、こうでなくてはな。陰月よ、友人との再会はもう叶わぬかもしれない。奴らも今頃苦戦しているだろう。黙れ、君も。いいだろう、ならもう少し盛り上げようじゃないか。カフカ。ええ、そうしましょう。聞いて、ジンちゃん、束縛を解くのよ。行くぞ。いい加減、降伏しろ。まさか、ガキが相手だから手を下せぬ。美月たちの方はどうなっている？早く終わらせなければ。確かに、二人とも手強いね。となると、この技で足止めするしかないかな。その剣、見覚えが。あの女に教わったか。これ以上時間を取られるわけには。ことを荒立てるのは本意ではないが、他に方法がないようだ。すまない。期待に応えられなく。僕はまだ戦える。はい、そこまで。みんな聞いて、もうやめなさい。どう、ジンちゃん、満足した？
何をした？これから登場する御仁を迎えるためのちょっとした準備ってところかしら。ラフの将軍様の前でジンちゃんや君たちが笑い草になったら困るもの。ケイゲン将軍。二人が久々に帰ってきたというのに、何とも気まずい場面になっているようだ。旧友を懐かしく思うのであれば、もっと早く知らせてくれてもよかったんじゃないか。俺のやるべきことはもう終わった。ああ、そうだろうとも。君たちは以前、泉州を助けてくれた。わずかな助力だったとはいえ感謝しているんだ。この者を連れて行く。今回は見なかったことにしよう。将軍、僕は今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな、古き友よ。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが人間橋で君を待っているんだ。私と一緒に彼らに会いに行こう。月照らす湖海、妙境に勝る。林縁橋の景色は以前見た時と変わらないというのに、再びここに立つ君と私はもう違う。たとえ肉体が滅びぬ長命種だとしても、天地の普遍と並ぶことはできないか。将軍は寿命族の輪廻転生を知っているはずだ。古海の水はすでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者はもういない。俺の名は丹光だ。あの丹風が英雄だろうと咎人だろうと俺とは関係ない。俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の追放を受けた。これに対して文句を言うつもりはない。ただ将軍には過去の残影を捨ててみてほしい。はあ、昔のことを語ると濁った水をかき混ぜるかのように不快感がよみがえってくるよ。おそらく君のその見た目が、竜の角が、竜尊の気質が二人の姿を結びつけているのだろうね。だから。ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だというんだい？たった一言や二言で周りの態度を変えられるのであれば、この世に紛争は起きない。丹風として見ないでほしいと言ったか。いいだろう。だがその代わり、あることをやってもらいたい。丹風として最後に一度手を貸してほしい。それが終わったら彼の死を認め、君への追放令も撤回しよう。約束だ。その後、少なくともラフでは君は誰の影でもなくなる。丹風にできたことが俺にもできるとは限らない。できないなら約束はなしだね。君の前世を恨め。彼があんな馬鹿げたことをしなかったら、ケリューの力が完全に残っていたら、こうして君に迫る必要もなかったというのに。再びここに立つ君と私は違っていると
私はさっきそう言ったね。タンフーはいなくなり、タンコーだけが残っている。私も今はただのラフ将軍でしかない。やらざるを得ないことがあるのだよ。さてと、明るい話題に変えよう。君が列車で作った友人たちが今近くにいるのだが、彼らに会いたいと思わないかい？彼女に、ミツキやベルトさんが、あいつらをここに連れてきたのか？ああ、この先の賢竜太油田で待っているよ。行こう、君の友人たちが待っている。宝鐘の忌み物を警戒し、性格ハンターを警戒し、薬王秘伝を警戒してきたが、まさか半物質レギオンだったとは。巡視の最中に下道どもと戦うことになるか。この一戦を経た後、ラフの存亡に関わらず、同盟はレギオンを不遇大天の敵とみなすだろう。これまでレギオンが同盟にちょっかいを出すことはなかった。情報によると、狂った戦争機械が集まる軍団だとか。油断したよ。七大君それぞれが鮮やかな個性を持つとはね。これは参った。大君元老は物事を内部から崩壊させるのを好んでいる。だから性格の災いを計画し、薬王秘伝を水面に出させた。だが今やその陰謀は暴かれ、彼女は自ら舞台に立つしかない。いや違う、これは彼女の壊滅美学に背いているな。きっとまだ気づいていない何かがあるはずだ。知っているかい、タンフーが犯した罪に対して獣王氏は君を滅するべきだと強く主張したんだよ。そして寿命族の方は半々。ケリューの伝承が半分しか完成していなかったからね。寿命族の長老は君を憎んでいたが、殺す勇気はなかったんだ。獣王氏と天白氏が納得するよう圧力をかけ、彼らはタンフーに脱輪の術を強制的に執行した。だが彼らはその途中である瑕疵を残した。長老は獣王氏の目をごまかせると思ったのだろうが、岩の物言う世の中だ。ほう、君の友人たちがレギオンの連中と戦っているね。急ぐぞ、早く加勢してやらないと。ケーゲン、やっと来ましたか。すまないすまない、ご苦労だったフゲン殿。新作譜の先方はもう読んである。元老の計画については、剣木です。一番の異様はあそこにあります。絶滅大君である元老が用いる手段は、物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっとやつは剣木を操って儒家の力をまき散らそうとしているに違いありません。ラフを不死の忌み物が横行する地獄にしようと企んでいるのでしょう。うん、状況は大方把握した。列車の諸君、喜んでくれると思い、ある人物を連れてきた。ぜひ会ってくれ。頭のそれって角？どうなってんの？話すと長くなる。だが
俺で間違いない。じゃあつまり本当に何らかの力を隠してたってこと？さて雑談はここまでにしよう。列車がラフに着いた時、君たちは性格の問題を処理するためだと言っていたね。だがあの時の私は性格ハンターに別の企みがあるのを恐れ、君たちの提案に乗らなかった。結局性格ハンターが何かを企んでいたのは事実だ。しかしその企みは諸君をここへ誘導し、わざと事態を拡大させて泉州と列車を協力させることであった。今では諸君の誠意を疑う余地もない。シャイの言葉では足りないほど感謝している。もしこれ以上何かを望めば厚かましいと言われるだろう。だが不言殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍としてやむを得ず炭鉱殿の力をお借りしたい。どうか諸君にも全面的にご協力いただけないだろうか。ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。だがこれは俺自身の意思だ。請求列車を代弁することはできない。探索、理解、構築、連携、列車組が全うする開拓の心情はこの4つのワードだ。しかし旅は険しく、これらを貫き通すのは極めて難しい。恐怖、基地、敵、死、これら旅の困難を乗り越えて歩んでいける七死人はごく少数だろう。前に進むにせよ離れるにせよ、七死人の目的地は自分自身で決めるべきだ。列車が次の目的地を決めるときに投じた一票みたいにな。炭鉱、あんたはどうする気？無理は言わない、炭鉱殿。俺は七死人としてここに立っているわけではない。これまでの道のりも一人振り回され、とても自由とは言えなかった。だが寿命の末裔として、俺はラフへの責任を全うしよう。よし、みんな最初に来た時と変わらず正義が何なのかを理解してるみたいだね。じゃあこれからどうすればいいの、将軍？妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半端な脱輪の術と、炭鉱殿が劉村の記憶を取り戻すことに賭けるしかないだろう。劉村？剣木が低級の使命に切り分かたれても、儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは不朽の末裔の力を借りて剣木の残骸を封印したんだ。そして制御することに成功した。古代劉村の指示のもと、寿命族は古海の水を引き、林縁橋を水没させて剣木を収める容器にした。その創去と犠牲を記念するために、泉州同盟は林縁橋で剣竜大夫の碑を建て、寿命の像を残したんだ。ふーん、この彫像なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だったりして。少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば歴代の劉村は皆外見が似ているんだ。
今の代を除いてね。現在のリュウソンはただ襲名しただけの子供で、力を完全に受け継いだわけではない。タンコウ殿は知っているだろうか。タンフーが亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。かつて剣木を守っていた君ならば、私たちのために剣木へ至る道を開けるはずだ。すべて君に託したよ。在我皮肉下交织成命运，扎根于你。撕裂心海解放，万钧雷霆的巨响，永恒。水の底にこれほどの建物が。寿命族の竜宮が林縁郷にあったと古書に記されていたけど、こういうことだったのね。出庫の乱が起きていた時、私は幸運にもこの奇景を自分の目で見ることができた。今は総会の変を経て宮殿は廃墟と化している。寿命族の聖地で剣木を封印したことについて、ラフは彼らに大きな借りを作った。フゲン殿。はい。ここに残って運気軍を率いて道を守ってくれ。他の邪魔が入らないようにしてほしい。ケーゲン、将軍はお一人で元老に立ち向かうおつもりですか？一人ではない。友人たちが同行しているではないか。将軍様、我々も将軍様にお供します。我々も連れて行ってください。そうです将軍様、あまり力になれないかもしれませんが、運気軍にとって戦士を守るのは役命です。それを異教の旅人に任せてその背後に隠れているなどできません。どうか我々に先陣をお任せください。皆の気持ちはよくわかった。だがこの先にいるのは北条の忌み物ではなく、反物質レギオンの絶滅大群だ。この道を通れば帝宮と人滅の対決となる。それよりも君たちにはもっと重要な役目があるんだ。運気軍よ、聞け。私が剣木に入り、海が元の姿に戻ったら即座に撤退し動天を封鎖せよ。その後は大木の指示に全て従え。はっ。フゲン殿、もし私が帰ってこなかったら事の顛末を整理して他の選手に報告してほしい。帰って自分でやりなさいなどとは申しません。その目しかと受けたまわりました。少しだけ将軍に見えてきたよ。